ほう、さおりです。乾杯、イエイ。ドラクエ11Sやっていきます。はい、前回はセーニャちゃんが仲間になりまして、で、再加入をしまして、ラムダにやってきました。ほいで、ベロニカのですね、気配をなんか、セーニャが感じ取っていて、あっこにいるんじゃないかって言われてるんですけれども、ちょっとひとまずラムダのね、人々の話も聞きたいなと思うので、はい、街を散策したいと思います。ルービー様無事だったんだね。やっぱり勇者様は何があっても大丈夫なんだ。わーい。嬉しいね、子供にこう言われるとね。はい、これがセーニャとベロニカのお父さんとお母さんですね。ああ、セーニャ、元気な姿を見てほっとしたけれど、ベロニカはどこにいるのかしら。生まれた時からずっと一緒だった2人が別々にいるなんて落ち着かないわ。無事でいてくれればいいんだけど。ほんまにね、生まれてこの方ずっと2人で一緒にね、いたんですよね。離れ離れになって結構時間が経ってるのでしょうかね。私の天使たちが魔物などに襲われていないかずっと心配ばかりしていましたが、セーニャの姿を見てやっと安心できました。おう、ベロニカ、私のもう一人の天使もどうか無事でいますように。なんか子供のことを天使ってね、呼んでね、ほんまに愛情たっぷり育てられたんやなっての感じますけれどもね。はい、長老さん、命の大樹が落ちたあの日、ルービ様の身にただならぬことが起きたことは察しておりました。あの時からベロニカの姿は見ておりません。セーニャの導きに従い、北の方にいるはずの双剣の片刃を探してやってくださいませ。無事やといいんですけどね。あー、気になるな。よいしょ。この聖地ラムダでさえも日々不浄な気に飲まれつつあります。我々は滅びを待つしかないのでしょうか。いや、そんなことはないと思うんですけどね。救ってあげたいね、世界をね。はい、ここが確かベロニカとセーニャの家ですね。あー、このキッチンほんま可愛らしいな。いいな、ええとこで育ったな。まあ当たり前ですけども、お家に帰っている気配はございませんよね。わしがずっと世話をしてきたこの里の花もハーブもみんな枯れてしもうた。ねえ、綺麗な植物いっぱい咲いてたような気がします。植物がなければ虫も鳥も獣も命をつなげることはできぬ。この世界は日々死に近づいておるわ。食物連鎖的なことを言ってるのかな、これはな。そうですね。なんやろな、このなんか、火の岩みたいな、でっかい岩みたいなやつ。落ちてきたんですかね。降ってきたんですかね。うん、命の大樹の方からね。この階段の上にいるご夫婦は、命の大樹が落ちた時の影響で、そうな、赤ん坊はラムダに来た時に生まれた赤ん坊。生まれたばかりの赤ん坊を亡くしたそうです。だって、そうやろ。それ以来ずっと、宿屋の隣のテラスで景色を見ているばかりで、あまりに気の毒でかける言葉がありませんよ。いるね、若い夫婦。初めてここに来た時になんか生まれた儀式みたいなやってた夫婦ですよね。あまり思い詰めない方がいい。僕たちはあの子を助けるために精一杯頑張ったじゃないか。どのようにしてなくしてしまったかっていうのは気になるけれども、私たちの子供は生まれて間もない頃に命の体重が落ち、それ以来どんどん体が弱くなっていったのです。そうなんや。私がもっと母親としてちゃんとしていれば、痩せ衰えてゆく我が行動に片付けられたのかもしれませんが、今は日ごと死に近づく世界の中で、あの子のところへ行ける時をただ待つことしかできませんわ。何らかの影響をね、赤ん坊を感じ取って、日々体が弱ってって、自分を責めたくなる気持ちもわかりますけれどもね、お母さんできることは全部やったと思いますよ。あかんわ、もう。もうあかん、泣けるわ、もう。辛いな。でもこういうことが世界中で起こってるんでしょうね、きっとね。売るのが名町でも許せないですね、これはもう。この里を見下ろす大きな彫像は、古の時代勇者様と戦ったというセニカ様をかたどったものです。そんなことを言われてましたね。こんなすさんだ世界になってしまった今は、セニカ様とルービ様が私たちの心の支えですわ。なんとか世界を救いたいものですけれども、ほんまにね、みんななんか下を向いているな。お腹が空いてもう動けない。もうお腹と背中がくっつきそうだ。はあ、勇者様、お恥ずかしいところを見せてしまいました。どうか誰にも言わないでくださいまし。食料も不足してるんでしょうね。あれ、宝箱が、取り逃しの宝箱がありますね、ここに。よいしょ。取っておこう。はい、聖者の灰。あれからたくさんの命の葉が散って、みんな今までの暮らしを失った悲しみに打ちひしがれているんだ。思い余って後を追うもの。ああ、病気や食べ物がなくて死ぬ者もいるけど、勇者様は気を強く持ってくださいよ。病気とかも蔓延してんのかな。食料不足によってね、いろんなね、深刻な事態に陥ってそうですよね。ここは入れなかったんでしたっけ。そうですね。はい。お料理をしてますね。大樹があんなことになって、勇者様も随分苦労したみたいね。何も言わなくても顔を見ればわかるわ。分かってくれた。ほんま大変でしたよね。たくさん悲しいことに触れてしまったせいで、顔を見ればその人の背負ってるものがなんとなくわかるようになっちゃってね。ご自身が悲しいことにたくさん触れたから。なんとも切ないですね。それもまた。セーニャが見つかったのですね。双剣の姉妹は賢者セニカ様の名を継ぐ我ら聖地ラムダの民の誇り。あの子たちは2人で1つの存在。セーニャがいればベロニカの居場所も立ちどころに分かりましょう。双子の絆ってやつですね。僕は姉さんと一緒に暮らしていたんですが、姉さんは命の大樹が落ちた時の衝撃から僕をかばって死んでしまいました。毎日あの日のことを後悔してばかりです。僕があの時外にいなければ姉さんは助かったのではないかと。世界中でこういう後悔に、苦しむ人がいっぱいそうですよね。こんなちっちゃいのに。で、お姉さん、お姉さんもちっちゃかったんでしょうね。わからんけど、かばったんや。やっぱり命の体重が近いからさ、そういう実害的なのも多いんでしょうね、きっとね。何かしらの破片が舞ってきてとかってね。そっかそっか。この子はまだ小さいのに体重が落ちた時の衝撃で、家族を亡くして一人ぼっちになってしまったんです。子育てなんて随分前にしたきりですが、これからは私がこの子の親代わりになってあげるつもりですわ。ね、ラムダはね、もうなんか街全体が子供を育ててるという感じしましたからね。ああ、そっか。勇者様、あなたは世界中の生きとし生けるもの、すべてにとっての最後の希望。あまりに多くの不幸がありましたが、勇者様の命の葉が散らずにいたのは、まさに不幸中の幸いでした。もう、みんなの希望やな、ほんまに。まあちょっと重いものを感じるけれども。虫も鳥も植物もみんな泣いているのが私には聞こえるよ。言葉を持たない生き物でも自分の周りから命が消えていくのが本能でわかるんだろうね。なるほど。このおばさんずっとね、こっから植物を見守ってたよね。はあ、いろんなところになんか燃えてる岩みたいなのが落ちて、植物、すごい被害受けてそうですね。大聖堂は、なんか、立派なこの建物のまま被害を受けず残っている感じがしますね。誰もいませんね。はあ、お茶が取れなくなったから、そこらの枯れ葉で代用してるんだけど、飲めたもんじゃないね。そっか。でもこのお店でお茶を飲むのが私の毎日の楽しみなんだ。この習慣は魔王にだって邪魔はさせないよ。お茶とかね、あ、そうか。なんか当たり前にあったものがなくなってるんですね。あ、さて、何かいいもん売ってるかな。あ、なんか結構ええもん売ってそうじゃないですか、これ。あ、これ何探検を手柄を立てた勇士に贈られる栄誉ある探検。なんかこれかっこよさそうですね。しかも強いな。これ欲しいな。光のタクト。あ、これもセーニャに、回復魔力上がりそうですね。玄魔の盾。こう。どうしよう、なんかこの後戦いとかあるかな。あったら怖いもんね。あ、いろいろ売ってんな。クイーンローブも売ってんや。まあ、作れますけれども。はい、作りましたけれども。へえ。あ、これなんかクリフトの帽子みたいなの売ってる。名のある進化もかぶったというやって。由緒のある帽子。どうしようかな。この探検買うか。91、鍛え上げたら91。あー、そんなに変わらんかな、フェンリルの牙と。うん。まあ、見た目はかっこいいんやろうけどな。グラディウス。魅力も上がると。まあ、保留でいいか。攻撃力的にはそんなに変わらない。光のタクトだけ買っといても良さそうやな、これ。あ、宝珠もあるから、打ち直しもしておこうか。急にさ、モンスターと戦うことになったらめっちゃびっくりするじゃないですか。準備ができるときにやっておこう。はい。よし。これはプラス3つくかもね。はーい。やったー。プラス3に強化できました。よしよし。これで回復魔力。390。うん。これで安心安心と。オッケー。ちょっとMP が減ってるんで、回復だけしておきましょうか。止まれるかな？止まれそうですね。はい。じゃあ止まっておきます。よし。じゃあ一通り探索は終えたと思いますんで、はい。この北の方、実家の裏、北、こっちやと思うんですよね。多分ね。はい。話聞いてみましょうか。おや、勇者様。この先はただ森があるだけですよ。そういえば、ベロニカとセーニャは子供の時からよくこの先の森で一緒に遊んでましたね。あ、なんかそんな森あった気がするな。静寂の森。あ、多分こっちのことを言ってるんだと思います、セーニャちゃんは。じゃあ行ってみましょう。ベロニカいるかな？ドキドキすんな。はい、ここにベロニカがいるのでしょうか。その前に仲間に話しかけてみましょう。お姉様がいるのはラムダの北にある森の中、ここのことなんだと思うんですが、なぜお姉様は皆様に挨拶もせずそちらに向かったのでしょうか。ほんまですよね。ラムダに帰ってきて、お母様お父様にも会わず、長老にも会わず、ここにね、すぐここにやってきたってことなんでしょうか。いろいろと気になることはありますが、お姉様に会えば全てわかるはずですわ。聖地ラムダの北にある森に向かいましょう。はい、やってきました。ドキドキすんな。さあ、行くか。まったくベロニカのやつ、なんでわざわざ自分の故郷じゃなくて、ラムダから外れた場所にいるんだろうな。こんな山の中で、炎の呪文の練習でもして、山火事とか起こしてないといいんだが、おう、桑原、桑原。いや、神谷くん、はい、早くベロニカと口喧嘩してください。みたいわ。グレイグは特に話すこと変わってないですね。さあ、行くぞい。ローさんも変わってないかな。やったわね。ベロニカに会うのも久しぶりね。積もる話がたくさんあるのよ。今から会うのが楽しみだわ。そうですよね。いろいろ話したい。ベロニカと。すごい。ベロニカちゃんとセーニャちゃんのパパとママが無事で安心したわ。それにしてもベロニカちゃん元気かしら。一人ぼっちで寂しそうにしてたら、みんなで驚かしてあげましょう。そうですね。こんなところで一人で何してるんでしょうかね。この先にいんのかな。どうだどうだ、こっち、この奥。あ、変わった。さて、なあ、ここにベロニカがいるのか。どこにも見当たらないぜ。姿が見えない感じですかね、まだ。ここは、子供の時から私とお姉様がよく一緒に遊んでいた場所なんです。ここにいると思ったのですが、気配をなんか感じ取ってるんですよね。じゃあ何かしら関わりはありそうですけど。お姉様、お姉様、どこにいるのですか。ベロニカ。ベロニカ、ベロニカちゃんが。あら、お姉様、こんなところにいらしたのですね。座ってるね。ベロニカ、起きてください、お姉様。風邪をひいてしまいます。なんか初めての時と逆転してますね。セーニャとさ、初めて会った時はセーニャが寝てたじゃないですか。ほんでベロニカがセーニャを起こすみたいな。これ逆転してるぞ。はい。ベロニカ、早く起きて。起きて。お姉様、どうしてしまったの？あ、勇者の光がなんか輝いて。おや？お姉様の杖が光っている。それから勇者の紋章も。お願いです。こちらの杖に触れてみてください。もしかしたらなんかわかるかもしれない。ベロニカは寝てるって感じではなく、なんか気絶してる感じなんかな、もしかして。はい、ちょっと触ってみてください、勇者よ。あの時の情景がよみがえる。あ、これは大樹が落ちた日ですか？うん、このままだと世界が。あ、え、これベロニカがしてるってこと？これベロニカ、うい、あ、やっぱりベロニカがみんなをこうふわって浮かせて、あ、早くなんとかしないとみんなやられてしまうわ。ベロニカが魔力で気絶したみんなを助けてくれてるって感じなのかな。そんな感じですよね。あ、これは大樹が落ちた後、ウルノーガのなんかまがまがしい光が。私はどうなってもいい。みんな絶対に生き延びて、あいつから世界を救ってちょうだい。せいにゃん、またいつか同じ葉のもとに生まれましょう。あいつのこと頼んだわよ。お姉様、私たちを助けるために。えっベロニカちゃん、あなた最後の力を振り絞って私たちのことを。くそ、ベロニカ若い者ばかり死に急ぎおって。お姉様はもういない、どこにもいないのですね。これがお姉様の選んだことなら、私は全てを受け止めます。お父様とお母様と里の皆様にもきちんとお伝えしなければ。これほんま？ほんまなんこんなん。嘘やん。嘘やろ。なんだか実感が湧かないわ。ベロニカちゃんは本当にもうどこにもいないっていうの？あ、ダメ、ここにいるのはあまりに辛すぎるわ。行きましょう、ルービちゃん。そんな、私たちは何も知らずに自分たちが助かったことをただの奇跡と信じてこれまで旅を続けてきたというの。もうダメ、正気ではいられないわ。自分の無力さにヘドが出る。なんということじゃ。ベロニカ、もうあの笑顔が見られるんだと信じられん。信じたくもない。頼むから今はほっといてくれ。頭の中がぐちゃぐちゃして何も考えられねえよ。くそ、俺は今日ほど自分の不甲斐なさと怒りで我を忘れたことはない。ほんまなんかな。まだ信じたくないですけど、確かにこのみんなが全員あんな体重の落ちる瞬間に立ち会ったみんながさ、みんなしてこうやって無事っていうのは確かにできすぎてるなとは思ってたんですね。世界に散りばったとはいえさ、無傷に近い状態でこうやって生きてるのは、なんでかなって思ったりもしたけど、ベロニカのおかげやったんかな。でも信じたくないですけど、消えちゃったね。なんかこうふわって光になって、だからさ、どっかにまだいるんじゃないかなって思っちゃうんですけどね。ここに死んでる姿が残ってるわけじゃないんで、どっかにいるんじゃないかって思うんですけどね。はあ、ちょっと待って、セーニャがいなかったよね。セーニャがいないよね。セーニャは先に行ったのかな。ちょっと行きましょう。ベロニカの死は、死はって瞬く間に聖地ラムダの人々に伝えられた。そしてその日のうちにベロニカの葬儀が行われることになった。世界中の命の象徴たる命の大樹よ、このラムダの地で生まれた若き命がまた一つ散ってゆきました。願わくば双剣の姉妹の片母ベロニカの魂が帰るべき場所、命の大樹のもとへ召され、新たな葉として芽吹かんことを。皆様、本日は私の姉ベロニカのためにお集まりくださり本当にありがとうございます。姉は世界中の命を救うために己の身を顧みず最後まで勇者様を守り抜きました。皆様、命の大樹のところへ召される魂のため、どうか髪を一房聖なる日に手向けてくださいませ。ベロニカ、私の天使を、私を置いて行ってしまうなんて。ベロニカ、こんな別れ、あんまりよ、あんまりだわ。セーニャはしっかりしたもんだけど、ご両親のあの悲しみをときたらかわいそうで見てられないよ。皆様にお話があります。どうぞ大聖堂の方へお越しください。ルビー様行きましょう。お姉様のことが心残りなのは分かりますが、勇者はこの世界を救う最後の希望。今は長老様がおっしゃった通り、大聖堂へ向かいませんか？私たちに聞かせたいお話があるそうです。くそ、ベロニカのやつは初めて会った時から可愛げがなくて、ベロニカのやつは初めて会った時から可愛げがなくて生意気で口答えばかりで、いっぺん泣かしてやろうと思ってたが、こんな形で別れちまったらもう軽口の一つも叩けないじゃねえか。クソベロニカのやつ。なんということだ。俺はウルノーガの正体も見破れず、甘臭いやつを命の大樹へ連れて行ってしまった。そのせいでベロニカは、俺はなんということを。かつてベロニカはわしのことをおじいちゃんおじいちゃんと呼んで、からかいながらも慕ってくれておった。もうあの可愛い声が聞けないと思うとやりきれん。すまんが今はそっとしておいてくれんか。ああ、ベロニカはウルノーガに打ちのめされてもたった一人で命がけで私たちのことを守ってくれた。私たちは今までベロニカに何をしてあげられたのかしら。あの子は最後に何を思ったのかしら。セーニャちゃん、あんなに仲良しだったお姉ちゃんが亡くなったのに涙一つ見せないなんて、こんな時くらい思いっきり泣いてもいいのよ。いっぱい涙を流してみんな強くなっていくんだから。ああ、もうなんか締めのちょっとここで一旦切りますけど、締めの言葉浮かばないですけど、私はまだ信じられないですね。うん、どっかでまだ生きてるんじゃないかなとか思ってます。というわけで見てくれてありがとうございました。